ございます。おはようございます。じゅんです。あゆいです。竹内です。竹さんです。今日は成田ゴルフクラブに来ております。今回はですね、はい、リンゴルフ恒例、はい、プロ対決。プロ対決。リンゴルフチーム。はい。で絶対勝ちたいと思うんですが、そうですね、ただの対決ではなく、うん、プロがファミリーになってくれる。おリンゴルファミリー、リンゴルファミリーになってくれるという。お宮里美香プロです。どうぞ。初めまして。お宮里です。よろしくお願いします。ご紹介、はい、お願いします、リンゴルファミリーの皆さん、プロゴルファーの宮里美香です。2019年から日本ツアーに参戦しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美香ちゃんが日本オープンに勝ったのは何でしたっけ？2回勝ちましたよね。2010年と13年です。2010年で、USLPGA で勝ったのが2012年です。10年、はい、今日はこんな素敵なゲストと一緒にラウンドできる。ゲストじゃなくてファミリー。ファミリー、ファミリー、そっか、ファミリー、リンゴルファミリーになってくださいました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。でも勝負は別なんで、そうですね、絶対に勝つぞみたいな。そうですね。私も負けない。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいドキドキする。まだまだ緊張してきた。よろしくお願いします。お願いします。あ、出ました。先週もここでやりました。まあ、たまにプライベートで開きます。風強い。今日風強いですね。昨日試合終わって、そうです、はい、5アンダー。最終日最後ボギーでした。すごいですよ。久しぶりにいいゴルフができました。疲れている中、全然さらに無茶ぶりを、さらに無茶ぶりを。いや、私は本当負けないですよ。頑張ります、私たちも。手前まで打てばいいですよね。そうですね、花道エッジで240の風上げてます。5番ウッドと3U で、バンカー手前まで打てばいいんですか？バンカー手前までだと160です。左バンカー手前。そんなもん。はい、風上げてますけど。OK です。
みんないるから。みんないるから。私は7番ウッド。ナイスナイス、ありがとうございます。大丈夫、いいね。どこだ、飛びすぎた。どの奥まで行きましたかね。行ったかも。160だ。うん、見てない、見てない。風吹いてくる。え、もっと手前置いた方がいい。いや、大丈夫、大丈夫、うん、風が意外に。おお、ナイスショー。こっちはバンカーが、いや右の方が強いから、結構手前に落ちたかもね。あれ、ピンチ。ピンチ。まさか。もう早速ピンチ。あ、部屋にありますよ。あ、全然大丈夫。あれ、じゅんちゃんの赤い、赤いのついてる。意外と右だったね。なんか右、ちょっと右目です。なんかめっちゃ距離あるように見えるな。100でいいんですよね。登り入れたら100くらいでいいですね。風は入れてないですか。はい。プロ2打目めっちゃ決断してから打つの早かったですね。私ね、パパって打つタイプなんですよ。それよくやります。打つの早いねって。やっぱ固まんないよ。迷わずすぐ打ちます。あ、危ない。まだ逆ドッキリの影響あんじゃん。動揺してる。おお。あー、ショートだ。お、うまい。いい感じ。ナイス。ナイス。素晴らしい。良さそうじゃない。素晴らしい。素晴らしい。すごい。今日ですかね。ちょっとアゲンストなの で、はい、でね、グリーン面が見えたらいいけど、なんとも言えない。シングル打ちます、うん、ちゃったので。方向的にはいいんですけど、自分結構左に狙ってたんですよ。で、出だしが右に行っちゃったので、なんかまあ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 。と言いつつここっす。でもジュンさん泣いそうですよ。あ、よかった、素晴らしい。あ、マジっすか。ヒントはすごいいいと思います。はい、一般のゴルフ場でそんなスピード出せるのはまして今日の天気予報しました。うん、結構切れるね。ワンカップじゃなくもっといってたね。でもそのぐらい曲がったよね。ラストタッチ。今右めっちゃ出たよね。なんか出た。すごい曲がる。でも、ゆいちゃんほど見ると曲がんないんで。ナイスパーです。ナイスパーです。いや、今鳥肌立った。悔しい。それ入ったの？また今日もやら、今日もかみたいな。今日もやられてた。わあ、今でもちょっと本当鳥肌立ちましたもんこれ。うわっ、ぶわってなった。やば。これど、まっすぐでいいんだっけ？左の上の段がいい。左？狭いけど。
ナイスです。これがいいかな。かわいいですね。あんま悩んないんですけど、もう慣れてるんです、虫とか。いや、慣れてないですよ。慣れてないですけど、めっちゃびっくりした、今。私もうわーとか言ってましたけど、ね、隣でね。すごい、完全にぶつかってきたから。なんだボールに虫がくっつくことあるんで、うん、あれ一番めんどくさい。そういう時どうするんですか、頑張ってこうする。意地でも泣きませんみたいなやついるもん、ね、私らでこうちょんちょんってやったらどっか行くけどできないんですね、うん、確かにそのまま打つとかもあるんですか、もう最悪はありますよ、ね、で私一回ティーショットで飛んでるトレーに当たったことあるんですよ、すごっ、すごっ、あれはマジでもう気持ち悪かったです、確かに、それ鳥はどう、鳥はどうしたじゃないか、落ちてきた、落ちちゃった、試合中やばえ、それすごい確率ですよ、だってパスじゃないですか、うん、こんな飛んでる鳥に当たるんですよ、すごい、むしろ鳥が当たっていったんじゃないかレベルで、うん、マジすごいですね、あ、すいません、やばいんですよ、こんな感じだっけ、距離残ってますね、うん、200ありますね、あ、引っ掛けた、いつもの引っ掛け玉、これちょっと難しい、難しいショット認定で宮里プロにちょっと打っていただきましょう、あ、ここから、はい、あ、ここから、はい、同じところから試しに、そうです、これはどんなイメージ、飛距離があるのでスリーウッドでちょっと抑えて打とうかなと、さすがプロ。もうなんかさらっと打っちゃいましたけど。ちょっと風があったので、はい、本来のフルショットだとちょっと距離が出ちゃうので、はいはいはい、ちょっと抑えて打ちました。距離をちょっと抑えたってことですか。はい、抑えて確実にしてきますから、ね。こういうの見ると飛距離って大事だな。そうだね。いつもはいらないっていうけど。そうね。いつもはいらないっていうけど、やっぱこういうの見ると欲しくなっちゃうね。うん。少しでもやっぱ、うん、届かないもん絶対。すごいです。風上げてます。160の強ぐらいですか。そうですね。はい。4ユーですね。4ユー出てます。絶好のポジション。めちゃくちゃ狭い。
ったんですか。いや、超えてますけど、グリーンちょっと大きめです。乗っただけ。普段プロは40だとイメージって悩まず距離は165から170の距離ですかね。いや、もう私が今ちょっと開いてしまいました。それ分右に行っちゃったので、はいはい、周りから見てると全然それって何ショットしか見えない。いやいや、でも試合でもなんかミスったと思ってるのに、ギャラリーとかナイスワーみたいなのあります？ありますよ、あります。ギャラリーの方の目線だともう乗ってるだけが多分ナイスオン、はいはい、でも私たち選手目線だとやっぱ近寄ってたらナイスピンに。じゃあ当たりとかそういうんじゃなくてやっぱ結果が重要ってことですね。結果重要プラス自分のイメージした球が打てたらもう完璧、はい、だからそこはもう現場じゃないとわからないと思うんですよ、はいはいはい、画面越しだと分かりづらい部分もあると思うので、やっぱり試合見に行った方がいいんですね。の方が、はい、分かると思います。なるほど、ありがとうございます。あ、でかいか。お、止まった。行きましたね。58。これは上げすぎたね。58です。全然左。昨日お願いした傾斜ショットもナイスショット、ユーティリティもピン横についてます。左のフックラインです。入れ。あ、ダメ、強っ。どこ、どこまで強気。あ、いいよ、これいい。あー、怖い、いけ、いけ、すごい、ナイスパー。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。素晴らしい。ねえ、よかった。2回見たから。お願いします。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。さて、ここでクイズです。はい、今回ご出演いただいた宮里美香プロ、スコア一体いくつで回ってくるでしょうか。やろうな。スコアが当たった方、抽選で5名様に、プロのサイン入り色紙をプレゼントいたします。たくさん応募待ってます、応募方法は概要欄に書いてありますのでご確認ください。バイバイ。